はい、どうも、たきです。今日はね、リクエストがありました作り置きできる、ね、濃縮麺つゆ、こちらを作っていきたいと思います。実はね、私元板前をちょっとだけやってました。で、そんな私がですね、今削り節屋さんにいまして、かれこれもう10年以上、かつお節とね、こう毎日向き合っているわけですが、そんな私がね、今日は紹介する、とっても美味しいね、濃縮麺つゆ、こちらを紹介したいと思います。作っていく中で重要なポイントがね、ありますので、その後ね、また紹介したいと思います。今日は、美味しい麺つゆ作っていきますので、ぜひ楽しみにしていてください。それでは早速調理していきましょう。今日のポイントは2つ。まず1つ目、削り節を今日使うんですけども、削り節はね、複数の削り節を使います。複数の削り節、まあ、鰹節にもですね、薄削りとか厚削り、あとサバ節とかっていうのがありますので、いろんな種類の削り節を使っていきます。2つ目は削り節を入れる順番に気をつける、とてもね、重要なことなんですけども、まずね、昆布を入れます。で、鰹節の厚削りと呼ばれるもので、最後に火を止めて薄削り、このね、順番をしっかりすることで、美味しいね、麺つゆができますので、十分注意しながら作っていただきたいと思います。はい、それでは麺つゆをね、作っていきたいと思います。まずね、初め返しの部分、作っていきます。まずですね、お酒入れます。みりんです。入れます。で、2種類入れたら火をつけて、一度ね、沸かします。はい、沸き始めましたら、ライターを使ってね、ちょっと煮切っていきたいと思います。で、今火がついてますけど、まあ、火が消えた時点でね、アルコールが飛んだって形になりますので、火の調節ちょっとしながら煮切りを作っていきたいと思います。はい、今火が消えましたので、アルコール分が飛びました。で、ここでお醤油入れます。はい、そうしましたら昆布入れます。で、もう一度ね、沸くまで待ちます。で、沸いたら、削り節を入れていきます。はい、沸き始めましたので、ここでね、火力をちょっと弱火にしてください。そして、鰹節の厚削りを入れていきます。ちょっとね、今日サイズが大きいので、半分ぐらいちょっとこう割っていきます。割って入れます。そしてあと、これがね、美味しさの秘密になります、サバ節、こちらを入れます。まあ、かつお節にはですね、かつさば節もそうなんですけど、削り節には厚削りと薄削りっていうものがありまして、厚い削り節のものは、まあ、出汁を取ると非常にこうコクが出ます。あと薄削りとね、言われる、薄く削ったものなんですけども、まあ、味も非常にいいんですけどね、香りがね、やっぱ全然違います。こう料理のこうふわっとしたこの美味しそうな香り、かつお節独特の香りは薄削りを使うと出やすいです。今日はね、この2種類を使って、美味しいね、麺つゆを作っていきます。はい、厚削り入れてね、10分経ちましたが、ここでね、もうそろそろだし、いいだし出てきましたので、一度火を止めます。火を止めてから、薄削りをね、入れていきます。先ほども言いましたけど、薄削りはね、香りが非常にこう出てきますので、最後火を止めて入れるっていうのがポイントです。火がついたまま入れると、この香りはね、熱に弱いので、香りの、がすごく弱くなってしまいますので、必ずね、火を止めてから入れてください。で、鰹節が今、だんだんこう麺つゆの液を吸ってね、沈んでいきますので、そうですね、3分から4分ぐらい、そのまま煮しておいてください。はい、
ではね、先ほど、コンロの上でね作っためんつゆ、こちらをねこしていきたいと思います。まあ、ボール、耐熱用のボールと、あとザル、あとキッチンペーパーを敷いていただいて、この上からこしていきます。ゆっくりね、入れていただいた方がいいです。初めにねたくさん入れると横にこうはみ出てしまいますので、ゆっくり入れてください。先に液だけを入れます。で最後に先ほどねこの鰹節、これを上に落とします。はい、であとはゆっくりね、こしていくという形になります。はい、じゃあね濃縮のね今日めんつゆ出来上がりましたので、早速ね、実食したいと思います。今日はね3倍濃縮にしてます。皆さんがね作って食べるときには、希釈はね、一度味を確認して食べていただいた方がいいと思います。じゃあいただきます。うん、香りはいいですね。鰹節の香りがしっかりとします。うまいですね。鰹節、厚削りのねこのうまみ、あとねプラスサバ使ってますね。サバを使ったのでコクが非常に出てます。非常にこの味わいがね豊かになってますので美味しいです。はい、今日はね濃縮のめんつゆ、作ってみましたが、残ったね濃縮のめんつゆはこういった容器に入れてください。で容器に入れて、まあ、冷蔵庫でね保管していただければ、2週間は、美味しいまま、すぐにね使いやすくなってますので、ぜひね、こういった形で、保管をしていただければと思います。はい、今日はね、濃縮のめんつゆこちらを作ってみました。皆さんもお気づきだと思いますけどね、塩は入れてません。であと、添加物こういったものも入れてませんので、本当にね、自然のままの美味しさの、濃縮めんつゆできました。食べてもね、非常にこう鰹節がしっかりこう効いた、香りがして、で味ももちろん、深みのある味わいになってますんでね、ぜひね皆さん作っていただきたいと思います。で次回は、こちらのね濃縮めんつゆまだ残ってますので、こちらの濃縮めんつゆを使って、また違う料理を作っていきたいと思いますんで、楽しみにしていてください。あと、概要欄にですね和食を美味しく作るための e-book のリンク、こちらが貼ってありますので、ぜひねダウンロードしていただきたいと思います。それでは今日はありがとうございました。